岩松正文です。身近な人の話をちゃんと聞きたいと思っている人のために楽に話が聞けるようになる聞き方傾聴の講座を開催したり講師の育成をしている心理カウンセラーです。今回のテーマは今すぐできる目標達成を確実にする2つの重要ポイントということで、まずお知らせです。1月3日までセールを開催しています。私が14日間で公認心理師の試験に合格したその方法をお伝えする効率的な学習法の動画教材です。概要欄にリンクがありますのでよかったらチェックをしてみてください。では今回のテーマ、今すぐできる目標達成を確実にする2つの重要ポイントということで、毎年何か目標を立てる方っていらっしゃると思います。私も毎年必ず年始に今年はこれをやるぞということで、1月から12月の間にやりたい達成したいことっていうのを確認をします。でも毎年目標を立てる人は多いですけど、毎年目標を達成できてる人ってどれぐらいいるでしょうか。達成ができてないくらいならまだマシですけれども、そもそも年始にどんな目標を立ててしまったのか忘れてしまってるっていう人もいるのではないでしょうか。そんなあなたも新しい年を迎えればまた新しい目標を立てると思いますので、せっかく立てた目標をちゃんと達成できるようにしていくための2つの重要ポイントということで今日はお話をしていきます。目標を達成していく時のポイントっていうのはいろいろあると思います。例えば自分には無理そうな高すぎる目標は設定しないとか、具体的に数値を決めるとか日付を入れるとか、スモールステップで少しずつ進めていくとか、いろいろあると思うんですけれども、それは目標を進めていく上での一つのポイントではあるんですが、それは皆さんもご存知の方がいると思いますので、あえて私はそれと少し違うかもしれないものを2つご紹介したいと思っています。まず1つ目は、前に立てた目標の振り返りをしてから新しい目標を立てるということです。未来に向かっていろいろ考えるのはいいことだと思うんですけれども、じゃあ過去どういうふうに自分はそれをやってきたんだろうか。例えば目標を忘れてしまっている方というのは、多分今年新しい目標を立てたとしてもそれも忘れてしまわれる確率が高いのではないでしょうか。なので、なぜ自分は前の目標を忘れてしまったんだろうかと、こういうふうに振り返りをするのも大事ですし、あるいは目標そのものは覚えているんだけれどもそれが達成できなかったとしたら、何が目標を達成させなくしたんだろうかというその要因をまず最初に確認しておくこと。それは個別的な理由が何かあるかもしれませんが、意外と自分の生活習慣とか思考の習慣の中にその目標を妨げていた原因があるかもしれません。なので、過去の自分の目標を振り返りをしておくことで、その対策を事前に立てることがしやすくなる可能性があります。ですから去年立てた目標の振り返りというのは必ずしてから新しい目標を立てるのがおすすめです。2つ目は、立てた目標は必ず見えるところに貼り出しておくということです。これ私も人に言われて始めたことなんですけども、今ちょうどこの収録をしている私の書斎の、パソコンのディスプレイの上に2022年に立てた目標が7つ私 A4 の紙に貼り出してあるんですね。でこれ毎日必ず見る場所にこれを貼り出しておくっていうのがポイントで、たまにしか見ないところ、視線を向けないかもしれないところ、こういうところに置いといてもあんまり意味ないですよね。だからいやおうがなしでも必ず見なければいけない、目に入ってしまうようなところにこの目標を貼り出しておくと、常に脳が何かしら無意識でも気にしてるんですよね。そうするとそのための行動っていうのが引き起こしやすくなる。これは私自身が今年1年間これをやってきて本当にそうだなというふうに感じてます。ですのでおすすめの方法です。じゃあ私自身が7つの目標を立てて実際に何個達成できたのかっていうと、完全に達成できたものっていうのは実は7つ中3つしかないんですね。で残りの4つについてはじゃあどういうふうになってるかと言いますと、ある数字の目標を立てたんですけども、それに関しては 99.9% ぐらいは達成できてます。だけど数字がちょっと足りなかった感じがありますけれどもね、そんな感じです。でもう一つはね、ある、試験に合格したいなと思ったんですけども、それは半分受かってるんですけど半分受かってないものがあってですね、これもちょっと努力はしなきゃいけないんですけども、またこれを受け直そうかななんて思ってますね。それから本を書くという目標も達成できなかったんですが、
これは去年の年始にそういうふうに目標を立てて、早速2月に企画書を出したんですね。すでに3本出しました。でもまあその企画書がそのまま返ってきてしまいまして、まあ、新しいものをまた組み直して企画書を作らなきゃいけなかったんですけども、まあ、他のやらなきゃいけないこと、他の目標の達成に労力を使ってしまったり、あと私の中にやっぱりですね、怠け癖があったりとかいろいろあってですね、これは達成できなかったんですね。なのでこの本を書けなかったことに関しては、まあ、来年では今年か2023年も目標に入れていきたいと思いますので、まあ、それをね阻害した要因っていうのはやっぱり自分で一回分析立ててからね、2023年の目標をこれから考えていきたいなと思ってます。でもう一つのものに関しては講座を2つ立ち上げたいと思ってたんですけども、まあ、実際やったんですね。で2種類ともやったんですが、まあ、定期開催とか仕組み化するとこまでいかなかったっていうことで、まあ丸にはならないんですけども40点ぐらいの感じでしょうかね。でこんな感じで張り出したら何でもかんでも達成がしやすくなるかどうかは別の話ですが、まず何ができて何ができなかったかっていうのの確認をしてからじゃないと始まらないですよね。そしてできなかったのにはやっぱり何かしら原因があるものが多いですから、もちろん中には自分の不可抗力でどうしようもないことも起こり得ますけども、それは結果論ですのでそれは仕方ないとして、でも何がどういうことでできてできなかったのかっていう、その起きたことを自分の中で確認をしておくっていうのはものすごく大事だと思うんですよね。でそれは、ね、新しく目標を立てた時も進捗していく最中に自分で確認をしながら進めるっていうきっかけにもなりますのでね、ぜひぜひ自分が見えるところにその立てた目標を書いて必ず目に入るような状態にしとくと、これはとてもおすすめです。ですので一つ目の前の目標を、去年の目標を振り返りをすると、それから必ず見えるところに張り出しておくと。スマホなんかはどうかなと思うんですけども、これは人によるでしょうか。スマホの例えば待ち受け画面に目標を書いておいても、まあ、アイコンとかに隠れて見えなくなっちゃったりしますかね。で待機画面につけといても待機画面ってあんまり見ないじゃないですか。それよりはなんかこう物理的に部屋とか場所に貼ってあった方がいいような気もしますので、よかったらやってみてください。そして ね新しい年がせっかく始まりましたので、ぜひぜひ今年あなたが立てた目標が叶って夢が叶っていくことを願っております。私はやっぱり慶長をより発展させていくという大きな目標がちょっとできましたので、それを具体的に今年の行動計画として目標にしていきたいなと思っております。今回のお話は参考になったでしょうか。ではまた次の収録でお耳にかかりましょう。